まずは皆さんが興味を持ちそうな雑学。なんと、チーズは夢を変えるという事実をご存知でしょうか？そう、あの美味しいチーズが夢の内容を操るのです。あ、僕だったらピザの夢みたいな。それに対する仮説は、もしかして、チーズの種類によって夢の内容も変わるのではないかと思います。モッツァレラだったら、すべてがチーズの世界に変わる夢を見るのかな。ブルーチーズだったら、ちょっとシュールな夢を見るのかも。ここは一つ、試してみないと。そして、その仮説の根拠ですが、まず一つ目はチーズに含まれるトリプトファンという成分です。これは、セロトニンという脳内物質の生産に関与し、気分や睡眠、そして夢に影響を与えるんですよ。もしもチーズの種類によってトリプトファンの含有量が変わるなら、それが夢の内容に影響を与えるのかもしれません。二つ目の根拠は、夢は日常生活の出来事や経験が反映されることが多いという点です。もし、特定のチーズを食べることで、そのチーズにまつわる特定の記憶や感情が引き出されるなら、それが夢の内容に影響を与える可能性がありますよね。さっきまでの視点はあくまで食べ物としてのチーズからのアプローチでしたが、ここではチーズを文化や歴史と結びつけてみてみましょう。皆さんは、チーズの種類が実に世界中で4000種類以上あることをご存知でしょうか？それぞれのチーズは、特定の地域、風土、伝統、製法によって生まれ、その特性が形成されています。では、ここで新たな仮説を立ててみましょう。その地域の歴史や文化が反映されたチーズを食べると、その地域についての夢を見ることができるのではないでしょうか。この仮説の根拠として、一つ目は食物が文化や歴史の一部であるという事実です。食物はその地域の風土や歴史を反映し、また、それを食べることでその文化や歴史とのつながりを感じることができます。だからこそ、特定の地域のチーズを食べることで、その地域の文化や歴史についての夢を見る可能性があるのかもしれません。二つ目の根拠は、味覚と記憶の深い関連性です。味覚は記憶を引き出す強力な刺激であり、特定の味が特定の記憶を呼び覚ますことがあります。チーズが特定の地域の風土や文化を表現しているなら、そのチーズを食べることで、その地域についての夢を見る可能性があるのではないでしょうか。そして、ここまでの議論を踏まえて、私なりの結論を出してみます。それは、チーズはただの食材ではない。それは一種のタイムマシンかもしれません。チーズを食べることで、我々はその地域の歴史や文化を体験し、それが夢の世界にまで影響を与える可能性があるのです。